119番を受付してから何秒で指令をかけている？そういえばさ、この前子供が熱性けいれんになって119番通報したんだけど、質問内容が長くて、焦って早く救急車お願いしますって言っちゃったんだよね。そっか。でも119番通報受信して住所が分かった時点で出動指令かけて救急車すぐ向かってるから安心してよ。そんな早いタイミングで救急車って出動してるんだ。新潟市内からの119番通報はすべて新潟市中央区主目にある新潟市消防局の消防指令管制センターにつながります。これから119番通報を受けてから救急車が出動するまでの一連の動きをお伝えします。119番消防です。火事ですか、救急ですか？救急車お願いします。はい、救急車を向かわせる住所は何区何町ですか？中央区、はい、主目、はい、1丁目、はい、1番1号です。1番1号、何さんのお宅ですか？田中です。田中さんのお宅、はい、はい、場所の確認でお隣やお向かいさんのお宅のお名前を教えてください。渡辺さんと鈴木さんです。わかりました。場所がわかりましたので救急車を今向かわせました。はい、はい、早くお願いします。お父様、じゃあ電話確認して。具合が悪い方はおいくつの男性ですか、女性ですか？4歳の、はい、男の子です。わかりました。どうされましたか？昨日から39度熱があって、はい、今熱性痙攣で痙攣しています。わかりました。小さいお子さんは熱が出ると痙攣することがありますので、はい、はい、どれぐらいの時間痙攣が続いて何回痙攣したかっていうのをついた救急隊に伝えるようにしてください。わかりました。はい、もともとの持病やかかりつけの病院はありますか？持病はないんですけど、はい、中央小児科にかかっています。中央小児科さんですね。わかりました。ではあなたのお名前と電話番号を教えてください。はい、田中です。はい、電話番号が、はい、090、はい、です。わかりました。早くお願いします。わかりました。救急車急いで向かってますので、はい、玄関の鍵を開けて電話を切ってお待ちください。わかりました。はい、失礼いたします。はい、消防指令管制センターでは119番通報を受信して向かう場所が分かった時点ですぐに救急車、消防車を向かわせています。救急車、消防車が向かう場所を特定するために住所、氏名、隣の家または近隣の目標物を聞きますので落ち着いて指令課員の質問に答えてください。